いきなりイベントがありそうです。第2回目キミキス実況やっていきましょう。よろしくお願いします。どうもミツです。星野由美編ですね、やっていきましょう。の前に星野さんの紹介をしてませんでした。ごめんなさい、すっかり忘れてましたねもう、星野由美、内気なヒロインだってさ。おとなしく内向的、真面目で人が嫌がることを率先してやる、人見知りがちではにかみ屋さんだってさ。クラスはこの変態と同じ2年 A 組です。で、所属図書委員、好きなこと本、お掃除、整理整頓、嫌いなこと人前で話す、目立つこと。可愛いから目立ちそうな気がするんだけど。で、趣味は読書、血液型 A 型だってさ。 A 型、あれか、四条さんと同じかな。あれ違ったっけ。四条さんは確か A だったような気がするんだけど。そうだね、よく俺も覚えてんだまあいいや、とりあえずはじゃあやっていきましょうか。イベントをまずはこなしていって、でその後よいしょ、このエンカウント確率一覧で確認をしながらいきましょう。体育館で何すんのね、どのイベントだろうね。で、そうだね、保健室行こう。で、もうちょっと収録が、久々なので細かいの覚えてないんだけど、どっちがいいんだ。これは図書館の方がいいのかな。と取説が暴れる。で、放課後も図書室に行こうか。さあ、まずイベントだ。これでメーターを増やそう。誰もいないな、仕方ない、教室へ戻るか。あれ、あ、体操服姿の、まさか。え、イエス、よし、今日はいいことあるぞ。星野さん、なるほど。カメラさん、もうちょい下の方。何してるの。君の体操服姿を凝視してるのさ。星野さんこそ。私は体育の準備、バレーボールのネットを張らなきゃいけないから。ほう、え、一人で。ええ、三人当番なんだけど、偶然二人とも休んじゃって。すげえ奇跡だな。バレーのネットって一人でできるもんか。一人じゃ無理だよ、誰かを手伝ってくれないの。お前が手伝うんだよ、そこは。当番が私一人だってみんな気づいてないの。マジでか、黙ってたら気づかないよ、ちゃんと頼まなきゃ。私、頼み事するのって苦手だから。星野さん、頼まれたことは嫌な顔せずやるのに頼むことはできないのか。気を使いすぎというか、引っ込み思案というか。頑張ってねってなんだよ。これだな、僕が手伝うよ。え、手伝わせてください。そんなの悪いわ。いや、やらせてください。そんなことないよ、僕たち恋人だろ。 ありがとう。うん、じゃあ一緒にポールを運んで。あ、ネットは貼る作業はしなくていいのかな。音符かよ、お安いご用だよ。これからも、これからも何か手伝ってほしいことがあれば遠慮なく僕に言ってよ。みんなに言えなくても僕には言えるよね。ありがとう。いいえ、じゃあ用具室へ行こう。二人きりの用具室に行こう。ええ、いろんな道具があるんだよ。意味深意味深やめろ。こうして星野さんとバレーボールのネットを張った。ん、よく考えたら僕も次は体育じゃないか。あわわわ、出た、久々にあわわが出たぞ。なるみちゃんの時以来じゃないか。着替えなきゃ、教室へダッシュだ。参ったな、音符増えちったな。普通に考えてさ、僕も手伝うよりさ、ハートがつくと思うじゃん。なんで？まったく。よし、まあとにもかくにも。その時間があるなら少し話せないかなと思って。もう少しじゃない、もうたっぷりあるからいいよ、たっぷり話そう。本当？よし、行こう。さあ、少なくとも4つ取らなきゃいけないんだね。読書ないいつも読書があると思うなってことか。じゃあ世間話。星野さんの趣味って何？読書でしょ。本を読むこと。そっか、図書委員だし本好きなんだよね。ええ、おい、
やばいぞ、やばいぞ、やばいぞ、やばいぞ。せっかく今スキルルートに持ってこうとしてるのに。ないし。あ、これで、あ、体育入れよう、体育、体育、体育。で、消えてくれ。星野さんって体育得意、ほら、来た。よし、オッケー、オッケー、オッケー。ごめんね、なんか申し訳ないんだけど。部活関係の話か、あるかな。これは純粋に聞きたい。星野さんはどこかの部に入らないの？あ、私は図書委員の仕事があるから、うん、部活は。なるほどね。そっか、そうだよね。ああ、はい。いや、消えていいんだけどさ、逆に今度メーターを貯めていかないといけないんだよね。まあいいや、会話で頑張ろう。まあね、今までやってて余るぐらいだったからね。誰もいない。よし、 OK、 行きましょう。さ、とりあえず音符2個を消せてるので、どうしようかな。うん、勉強の話でもしてみる？ないね、勉強がないか。音符が消せるのはいいんだけど、その分入れなきゃいけないっていうのもあるよな。映像、よく見るテレビ番組って何？私がよく見るのは、うん、ドラマとか映画とか。やっぱりラブストーリーか。でも困ったことが一つだけあって。なんだ？何？どんなにつまらないドラマでも見始めるとつい最後まで見ちゃうの。あー、まあ気持ちはわからんでもないな。そうなんだ。本当に音符当てるのは天才だな。何やってんだ。おしゃれ。おしゃれはないか。なんでこんなにもおしゃれは当てられるんだ。趣味、あ、じゃね、趣味じゃなかった。美容健康だ。普段から健康に気をつけてることってある？健康？ゆっくりお風呂に入るぐらいかな。星野さんがお風呂に入るのか。ゆっくり風呂にか。風呂、風呂。よし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 。さあ、こっからも消さないぞ。恋愛がないんだね。恋愛ないんだ。へえ。食べ物、甘いもの。甘いものね。夏はやっぱりアイスだよね。なんか似たような話をしてなかったか。冷たくて美味しいものね。あれか、四条さんの時にも話してたね。ああ。もう、なんでこんな下手くそかな。なんなの。リベンジ、リベンジ。いなかったし。ただいまと。まあでも一回ね、真ん中に行っちゃったとしてもまたね戻せばいいだけだからっていう、慢心はダメかな。ああ、もう教えてくんないし。ダメでした。まあでもまだねレベルが変わるわけじゃないから、どうしようか。寝るか。特にここはイベントがなさそうなのでやっていっちゃおうか、会話をね。図書室で、図書室、保健室、図書室、図書室かな、流れ的に。図書室、保健室、図書室、図書室。もうイベントはどうだろうね、ないのかな。とりあえずアタックしないとね。まずいよね。行こう。もう最悪ね、音符になってもしょうがないのでためましょう。そうだね、残り全部ハートに行けばいいかもしれないけど、読書なかったよね最初ね。どうしようかな。音楽でもしてみる。普段どんな音楽聞いてる？よく聞いてるのはリラックスできて本を読みながら聴けるような曲。へえ、音楽聴きながら本か。無理だな。例えば？しっとりした女性ボーカルとか、ピアノの弾き語りとか。まあ星野さん歌うまいもんな。やっぱダメだ、音符だ。しょうがねえな。もういいや、ちょっとマークは気にしないでいこう。そう、気にしたら負けだ。ないないな。とは言ってもやっぱ消そう。なんだかんだ気になっちゃうんだよな、やっぱり。
優柔不断。これで消せるのは分かったから、この方法を使っていこうか。俺はいつまで恋愛を入れてるんだ。ん、夏休みの宿題ってちゃんとやった？あれ、これ見たな。うん、結果同じ。あ、部活で確かついたんだっけ。あ、しくったな。うん、食事にしてみようか。なんか見たような覚えもあんな。ん、晩ご飯っていうぐらいだし、夕食はやっぱりご飯だよね。ご飯とお味噌汁があるとほっとするものね。確かにね。朝は食べる気になんないんだけどね、どっちかっていうと。やっぱ夜のイメージがあるよね、ご飯ってね。お昼はね、なんかね、個人的には麺類ってイメージがある。ラーメンにしろさ、パスタにしろ、普段からそればっか食ってたからかもしんない。よし、いいだね。よし、行こう。さて、あと2つだね。もうとりあえず音符はしょうがない。今回はしょうがない。どんまいどんまい。気にするな。気にするな。真ん中になったとしても、また戻せばいいだけだ。暑い日が続くけど、夏バレとか大丈夫？私は大丈夫。図書室にいることが多いから。でも逆にさ、冷房効きすぎてもまずいと思うけどね。そっか、図書室は冷房が効いてるからね。ほら、音符しかないもんね。逆に何がハートつくの？もうしまいな攻略見るぞ。まあそんなことはしませんが。部活？同じだね。もう別にいいんだよ。音符なのは分かってるからいいんだよ、もう。とりあえず入ってくれればいいや。ん？星野さんって映画を見に行く方？見に行くのは2、3ヶ月に1度くらい。へえ。言うても結構見てるんじゃないか。俺もう何年も見てないよ、映画なんて。え、じゃあ結構行ってる方だね。ねえ。逆にハートは何がつくんだ？成績の話あるかな。あ、入ってた。成績が悪くて親に怒られたことってない？怒られたことないかな。お前と違って星野さんは別にバカじゃないからいいんだよ。いいな、成績優秀で。成績に無頓着なだけだから。いやー、できるからほっといてもできると思ってんだよ。安心してるんだよ、きっと。勉強関係でつくのか。なるほどね。星野さん。何？こないだは変なこと聞いてごめんね。じゃあ練習しよう。え？キスのこと？うん。こういう？え？仲良くなって間もないとこういう感じなのかなって。星野さん。初めてだからなんだか新鮮。じゃあ僕との初めても新鮮だね、きっと。僕もだよ。その私もね。え？まさかしたいとか？何でもない。もう一歩、もう一歩。星野さん。おお、ついにこの男が言い出したぞ。星野さん、その僕とキスしてみない？え？ああ、ごめん、また変なこと言って。そんなの無理だよね。でもそこにベッドがあるからさ、カーテンをシャーってやって、でボスッと、ああって。またバカなことを口走って星野さんを困らせてしまった。あ、そんな顔しないで。え？あなたの困った顔見たくないの。だってせっかく話せるようになったのに。言い方悪いけど、ちょっと推しに弱いタイプなのかな。いや、困ってなんかないよ。むしろ困らせてるのは僕の方で。私が男の人のことよく分かってないから。それで、いやでもね、星野さん、この男を基準に考えちゃダメだよ、男の人って言うけど。いや、それを言うなら僕の方が女の子を分かってないから。そうだな、もうさね、もう5人目のルートなのにさ、会話が一切できないもんね。お前本当に下手くそだな。俺か。
ん？もっと早くあなたと知り合いたかったな。僕がもっと早く勇気を出してれば。その。おお！ほっぺたならいいわ。キスしても。マジか。え？やったぞお前。あなたの気持ちもっと知りたいから。ん？俺がするのか？星野さんがするの？どっち？星野さん。こっちがするのか。本当にいいの？うん。なんだ、こっちがするのか。いやまあそれともいいんだけど。ほっぺ中だね。星野さんの方に触れてる。嫌がってないよね。大丈夫だよね。キモいとかないよね。星野さん。なんだか恥ずかしい。さあ今度は君の番だよ。さあ僕のこのほっぺに。そうだね。じゃあ私行くわね。ちょっと待って、今度は君の番って。そう？うん。それじゃあ。はい。うん。これもう一回アタックすれば、じゃあ今度私の番だねってなんないかな。ならないかな。ダメかな。まあとりあえずは音符になってしまいましたが、次のレベルで頑張ります。まあお姉ちゃんは大丈夫です。もうね、俺には無理だよ。難しいんだよきっと。なんだなんだ、ごめん。ごめんね。まあ、お姉ちゃんは取っといてあるんだ。お楽しみは最後にってね。好きな話題が変わったよ。まあ話題が変わったのかって言ってもさっぱりさ予想がつかないんだけどね。そっか、一気に下がっちゃうんだ。真ん中に行くってわけじゃないんだ。あーなるほどなるほど、そうですか、そうきますか。困ったね。困りましたね。参ったな。俺真ん中に行くと思ってた。そういくのか。じゃあ次のステップとその次のステップを連続で好きにしないといけないんだね。うん、絶望してきたぞ。やばいな。で話題がちょっと変わってるから入れ替えてみようか。さあもう一日だけやっちゃおうかな。で、屋上にも結構いたような気がするけど、どうだろうね。ハテナがあるから、これは飛ばした方がいいかな。ちょっとこういうハテナも覗いてみよっか。もしかしたらなんかイベントがあるかもしれないしね。で、まあ、違ったら違ったら飛ばせばいいだけなんで。休みにでしょ？まあ、やっぱり保健室かな。いつもいるからね。おー、食堂、一緒にご飯でもいかがですか。いかがですか。お、いた。あ、星野さん。あ、やっぱりあのハテナのとこに行くとイベントが起きるんだね。やっと気づいたよ。5人目にしてやっと気づいた。こんなところで何やってるの。なんだなんだ、星野さん。どうしたの、返事してくれないなんて。何か悪いことしたの？悪いことしたかな。お前がタイミング悪いんだろきっと。なんだ？ごめんなさい。あ、そうじゃな、いの。しゃっくりだ。さっきからしゃっくりが止まらなくて。かわいいじゃん。そうだったんだ。ごめん。水をガブ飲みするか息止めるしかないな。こちょ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 ができるよ。こちょこちょ。お前どこを触ってんだ。大丈夫かな。どう、止まった。え、あれ止まったみたい。お前もどこをこちょこちょしたんだ。
どこだ、言ってみろ。脇か腰か。よかったね。ありがとう。やったね、音符かよ。ええ、マジか、びっくりさ。え、あれ、あ、やっぱりダメ、痛い。そっか、自然に治るのを待つしかないね。そうね。くそ、こちょこちょという言葉に騙された。あれどっちだまあでもちょっと音符が多いには変わりないので、頑張ってハートを入れていこう。まあお姉ちゃんは鹿としていきましょう。しゃっくりは止まったかな。よし、オッケー、行こう。さて、まあ話題は変わってしまってるのでわかんないけど、図書院の話なんかあるかね。図書院って女子が多いよね。ええ、どのクラスも男子はなりたがらないから。なんか楽そうだけどね。楽そうって言い方は失礼だけどさ。本って重いから。うん、本当は男子がいてくれた方がいいんだけど。そうだよね、言ってくれれば僕が手伝うよ。ありがとう。いいえ、よし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 。なんかヘリが飛んでるヘリコプター飛んでんだけど、どうしようかな。この辺取っときたいよね。音符になっても構わないから、今はね。もうマックスだからね。宿題って面倒だよね。ええ。なんだ、いいんだ。でも、復習だと思えば、そんなに大変じゃないと思うけど。そうだね。頑張るよ。音符かな。ほらね。ほらほらほら。で、ここでアタックをするわけですよ。で、放課後デートをするわけですよ。星野さん、今日一緒に帰らない？ごめんなさい。今日は用事があって、急いで帰らなきゃならないの。星野さんになって、なんか放課後デート一回もできてないですね。まあ俺が誘ってないっていうのもあるけど。うん。悲しい。さあ、そんな悲しみも吹っ飛ぶイベントがここで待ってるぜ。お前かよ。昼食は何にする？ああ、ヒイラギ。そうだな、無難に日替わり定食かな。日替わり定食か、それは確かに無難だな。うん、けどそれで本当にいいのかい？別にいいだろ、お前が食うわけじゃねえんだから。どうして、何かまずいか？この変わり映えのしない日常に何か変化を求めたりしないのかい？じゃああれだ、森島先輩の時のように、あのお前は捕まってるっていう設定で 俺がスープ飲ましてやるよ、ラーメンの。早くちょうだいって言ってたじゃん。昼食に？大げさだな。大げさじゃないさ、日常のちょっとした変化で先のことが大きく変わる。うん、そんなことってあると思うけどな。あると思います。はーん、そういうもんか。そういうものさ。いた、ヒイラギ、どけ。これからお昼？そう、あなたとお昼。ああ、星野さん。こんにちは、星野さん。あ、ヒイラギくん、こんにちは。ヒイラギくんっていうの？ヒイラギくんじゃないの？ヒイラギくんなの？ヒイラギくんもお昼？ヒイラギくんでいいの？ヒイラギくんもか。がっかりだな。僕はこいつのついでなのかい？うん、そうだよ。何を今更言ってんの？ごめんなさい。そんなつもりじゃ。そうだよ。そういう風に言うと、お前傷つけたぞ今。わかってるよ。ちょっとからかっただけさ。また。本当にごめんなさい。そういうこと言うと本当に傷ついちゃうよこの子。星野さんもこれからお昼？じゃあ僕と一緒に食べない？おいおい、よせよ。そんな野暮なことはしないよ。二人で食べればいい。気が利くじゃねえか、たまには。それじゃあ。いいんだって。積もる話もあるんだろう。うん、俺のことは気にしないで。あるある、いっぱいあるよ。ありがとう、ヒイラギくん。それじゃあ私席を取ってくるわね。ありがとう。うん、それがいい。ありがとう。お前もたまには役に立つじゃねえか。変わり映えのしない日常に変化がついてよかったじゃないか。
おう、そうだな。それにしても星野さんは男に話しかけてくるタイプじゃないと思ってたんだが、何かあったのか。いやー、ほぼ毎日放課後にね、保健室でねベッドのとこでね会話をしてるんだ。間違っちゃいないよ。いや別に何も。そうなのか。それにしては親しそうだったな。いやだから保健室のねベッドでね一緒に会話してるからま、頑張れよ。うん、彼女のこと陰で好きな男は大勢いるんだからな。なんだと、なんだと。そいつの名前を全部あの箇条書きでいいから全部リストにしといてくれ。俺が全員ぶっ飛ばしてくるから。君にだって思い当たる節があるんじゃないのか。もちろんさ。僕に、なんのことだ。君も星野さんのことをよく見ていたじゃないか。うん。話しかけたくても話しかけられない。うん。そんな感じで。そうなんだよ。だからね、もう下からね、舐めるようにして見るしかなかったんだよ、彼女のことを。あ、それは。じゃあな、うまくやれよ。うん。またヘリコプター来たけど。あ、おい。今日はなんかよくヘリコプターが飛ぶな。行っちゃった。気を利かせすぎだよな、あいつ。たまには役に立つぜ。こうして星野さんと一緒に昼食をとった。夢のようなひとときだ。いいね。とりあえず今のところ半々だからね。最後図書室で会話をして、少しでもね多くのハートを取っておこう。とりあえずはね真ん中に持ってかないといけないからね。違う、まお姉ちゃんちゃうで。さて、とりあえずは今回はここまでにしておきましょうか。まあ一旦真ん中の方に持ってって、で真ん中のところでもまたね好きというかハートマークをいっぱい貯めなければいけないので、結構ハードルは高いんですが、まあ最善を尽くしましょう。うん、今回はとりあえずここまでにしておきます。 Twitter とブログやっておりますので、ぜひ覗いてみてください。ではまた次回の実況でお会いしましょう。バイバイ。